一貫性モデル、または整合性モデルは分散共有メモリシステムや分散データストアのような分散システムで使用される。システムはメモリ上の操作が特定のルールに従っている場合、あるモデルをサポートしているという。データ一貫性モデルはプログラマーとシステムの間の契約を規定するもので、プログラマーがルールに従えばメモリは一貫しており、 メモリの読み書きや更新の結果は予測可能であることをシステムが保証する。これはキャッシュやキャッシュレスのシステムで発生するコヒーレンスとは異なり全てのプロセッサに対するデータの一貫性を意味する。コヒーレンスは一つの場所や一つの変数への書き込みを全てのプロセッサが見ることができるようなグローバルな秩序を維持することを意味する。一貫性とは 複数の場所への操作の順序をすべてのプロセッサに対して維持することである。C や Java などの高レベル言語ではメモリ操作を低レベルの操作に変換することでメモリセマンティクスを維持しながら契約を部分的に維持している。契約を守るためにコンパイラは一部のメモリ命令を並べ替えたり、プスレットミューテックスロックなどのライブラリーコールは必要な動機を カプセル化したりする。モデル検査による蓄積的な整合性の検証は有限状態のキャッシュコヒーレンスプロトコルであっても一般的には決定不可能である。一貫性モデルは更新の見かけ上の順序と可視性に関するルールを定義しておりトレードオフの連続性を持っている。次のようなケースが想定できる。一貫性モデルはクライアント A が行った書き込みを クライアント B が見ているかどうかを判断しなければならない。一貫性モデルの定義と分類には発行と観測の2つの方法がある。発行方式ではプロセスがオペレーションを発行する方法を定義する制限を記述する。プロセスから見える操作の順序を定義する観測方式。例えば一貫性モデルでは 以前に発行された操作がすべて完了するまでプロセスが操作を発行することはできないと定義することができる。一貫性モデルによって適用される条件は異なる。ある一貫性モデルはそのモデルのすべての条件とそれ以上の条件を必要とする場合他のモデルよりも強いと考えることができる。言い換えれば制約条件が少ないモデルは弱い一貫性モデルと考えられ得る。 これらのモデルはハードウェアがどのように配置されるべきかを定義し、プログラマがどのようにコーディングするべきかを高いレベルで定義する。選択されたモデルはコンパイラがどのように命令を並べ替えるかにも影響してくる。一般的には命令間の制御依存関係や同じ場所への書き込みが順序付けられていれば、コンパイラは必要に応じて命令を並べ替えることができる。 しかし、以下に説明するモデルでは、ロード前の書き込みを順序変更できるものとできないものがある。厳密な一貫性は最も強力な一貫性モデルである。このモデルでは、任意のプロセッサによる変数への書き込みは、すべてのプロセッサによって瞬時に確認される必要がある。厳密モデルの図と非厳密モデルの図は、時間の制約である瞬間を表している。これは、 あたかもグローバルクロックが存在し、すべての書き込みがそのクロック期間の終わりまでに、すべてのプロセッサのキャッシュに反映されなければならないように理解することができる。次の操作は次のクロック期間にのみ行われなければならない。これは最も厳格なモデルである。このモデルでは、プログラマーが期待した結果が毎回返ってくる。よって決定論的なモデルである。 瞬間的なメッセージ交換は不可能なので実用的な関連性は思考実験と形式論に限られる。また、同時書き込みが不可能であることを前提としているため、同じデータアイテムへの同時書き込みにおける衝突解決の問題にも役立たない。蓄字一貫性モデルは乱ポートによって提唱された。厳密な一貫性モデルよりも弱いメモリモデルである。 変数への書き込みは瞬時に確認される必要はないが、異なるプロセッサによる変数への書き込みは、すべてのプロセッサで同じ順序で確認されなければならない。ランポートの定義によると、任意の実行結果が、すべてのプロセッサの操作が何らかの順序で実行された場合と同じであり、個々のプロセッサの操作が、そのプログラムで指定された順序でこの順序に現れる場合に、 蓄次整合性が満たされる。各プロセッサ内のプログラムの順序とプロセッサ間の操作の順序は維持されるべきである。プロセッサ間の実行の順序を維持するためには、すべての操作が他のすべてのプロセッサに対して瞬間的、または不可分的に実行されているように見えなければならない。情報を瞬時に送信することは物理的に不可能なので、 これらの操作は完了したように見えればよい。例えば、単一のグローバル共有バスを利用したシステムでは、バスラインに情報がポストされると、すべてのプロセッサが同じ瞬間にその情報を見ることが保証される。そのため、バスラインに情報を渡すことで、すべてのプロセッサに対して実行が完了し、実行されたように見える。キャッシュレスアーキテクチャやインターコネクトネットワークが、 瞬間的ではないキャッシュアーキテクチャでは、プロセッサとメモリの間にスローパスが含まれることがある。このような遅い経路では、あるメモリが他のメモリよりも早く、ブロードキャストデータを受け取るため、シーケンシャルな不整合が生じる可能性がある。蓄次一貫性は、非決定的な結果をもたらすことがある。これは、プロセッサ間の蓄次操作の順序が、 プログラムの異なる実行時に異なる可能性があるためである。すべてのメモリ操作は、プログラムの順番通りに行われる必要がある。線形化可能性は、蓄次一貫性にリアルタイム制約を加えたものと定義できる。因果一貫性とは、イベントを因果関係のあるものとないものに分類することで、順序の整合性を弱めるモデルである。このモデルでは、因果関係のある、 書き込み操作だけがすべてのプロセスから同じ順序で見られる必要があると定義している。このモデルではプロセッサによる同時書き込みと因果関係のない書き込みについて蓄次整合性を緩和している。二つの書き込みが因果関係を持つのは一つの変数への書き込みが任意の変数への以前の書き込みに依存している場合、二つ目の 書き込みを行うプロセッサが一つ目の書き込みを読んだばかりの場合である。二つの書き込みは同じプロセッサで行われた場合もあれば、異なるプロセッサで行われた場合もある。蓄次整合性と同様に、読み取りは変更を瞬時に反映させる必要はないが、変数へのべての変更を蓄字反映させる必要がある。W1 は W2 とは因果関係がない。W1 と W2 は W2 の前に P2 が X に対して行った読み取りにより因果関係がある。データの一貫性を保ち、各プロセッサが独自のメモリを持つスケーラブルなプロセッサシステムを実現するために、プロセッサの一貫性モデルが考案された。すべてのプロセッサは、あるプロセッサが行った書き込みを見る順序と異なるプロセッサが 同じ場所に書き込んだ書き込みを見る順序が一致している必要がある。しかし、異なるプロセッサが異なる場所に書き込んだ場合には一貫性を保つ必要はない。すべての書き込み操作は、すべてのメモリに対するいくつかのサブ書き込みに分割することができる。このようなメモリからの読み出しは、このメモリへの書き込みが完了する前に起こる可能性がある。そのため、 読み込まれたデータが古くなってしまうことがある。従って、プロセッサ一貫性下のプロセッサは、古いストアをストールする必要があるときに、より新しいロードを実行することができる。このモデルでも、リードビフォーライト、リードアフターリード、ライトビフォーライトの順序は守られている。プロセッサ一貫性モデルは、プラム一貫性モデルに似ているが、同じメモリー値へのすべての書き込みが、 他のすべてのプロセスから同じ順序で見えるようにしなければならないというより強い条件を備えている。プロセッサ整合性は蓄次整合性よりは弱いがプラム整合性モデルよりは強い。スタンフォードダッシュマルチプロセッサシステムではグッドマンの定義と比較できないプロセッサ一貫性のバリエーションを実装している。すべてのプロセッサはあるプロセッサによる書き込みを見る順序と 異なるプロセッサによる同じ場所への書き込みを見る方法が一貫している必要がある。しかし、異なるプロセッサによる異なる場所への書き込みについては一貫性を保つ必要はない。パイプラインラム整合性は1988年にリプトンとサンドバーグによって最初に記述された一貫性モデルの一つとして発表された。非公式な定義のため、 実際には少なくとも二つの微妙に異なる実装があり、一つはアマドラによるもの、もう一つはモスバーガーによる。プラム一貫性では、すべてのプロセスがあるプロセスの操作を、そのプロセスが発行したのと同じ順序で見るが、異なるプロセスが発行した操作は、異なるプロセスから異なる順序で見ることができる。プラムの一貫性は、プロセッサの一貫性よりも弱い。プラムでは、 ある場所へのコヒーレンスをそのプロセッサ全体で維持する必要性が緩和されている。ここでは任意の変数への読み出しはプロセッサ内で書き込みの前に実行することができる。このモデルでは書き込み前の読み取り、読み取り後の読み取り、書き込み前の書き込みの順序は維持される。キャッシュ整合性は同じメモリー値へのすべての書き込み操作がある順序で実行されることを必要とする。 キャッシュの整合性は、プロセッサの整合性よりも弱く、プラムの整合性とは、比較にならない。遅いメモリーを遅い一貫性では、あるプロセスが、メモリの場所に以前に書き込まれた値を読み取ると、その後その場所から、以前の値を読み取ることはできない。また、あるプロセスが行った書き込みは、そのプロセスがすぐに見ることができる。遅い一貫性は、プラムや、 キャッシュコンシステンシーよりも弱いモデルである。例、遅いメモリーの図は、遅い一貫性の例を描いている。最初のプロセスが、メモリロケーション X に一を書き込み、次にメモリロケーション Y に一を書き込む。二番目のプロセスが Y から一を読み込み、X が Y より先に書き込まれたにもかかわらず、X から例を読み込む。ふっと、フィリップ W、アンドムスタックアマドは、 適切なプログラミングによってスローメモリが表現力と効率性を持つことを説明している。彼らはスローメモリには2つの価値ある特性があると述べている。それは局所性と不可分的メモリからの削減をサポートすることである。彼らはスローメモリの表現力を示すために2つのアルゴリズムを提案している。以下のモデルでは プログラマーによる特定の動機を必要とする。弱い順序プログラムの順序やアトミック性は全ての読み取りと書き込みではなく特定の操作に対してのみ維持される。これはクリティカルセクションで行われるようなある種のメモリ操作はクリティカルセクション内の全ての操作が完了するまで全てのプロセッサには見えないようにする必要があるという理解に基づいている。また、 マルチプロセッサシステムで実行されるプログラムにはデータレースが起こらないように必要な動機が含まれており常に蓄次一貫性の結果が得られるようになっていることを利用しているこのように弱い順序では動機操作以外の操作をデータ操作に分類することができる動機操作はすべてのプロセッサによって行われた以前のすべての操作を完了してみたことを確認するために プロセッサに信号を送信する。弱い順序を維持するために、同期操作の前の書き込み操作は、同期操作の前にグローバルに実行されなければならない。また、同期操作の後に存在する操作は、同期操作が完了した後にのみ実行されなければなりません。したがって、同期変数へのアクセスは、蓄次的に一貫しており、読み出しや書き込みは、 以前の同期操作が完了した後にのみ実行されなければならない。このモデルでは一貫性は緩和されない。これらの要件が満たされていれば他のすべてのデータ操作の順序を変更することができる。プログラム内の明示的な同期への高い依存度がある。弱い順序モデルではプログラマはテストセット、フェッチオーパス、 ストアコンディショナル、ロードリンクなどのアトミックロック命令を使用するか、同期変数にラベルを付けるか、フェンスを使用しなければならない。リリース一貫性、リリース一貫性モデルは、入り口の同期操作と出口の同期操作を区別することで弱一貫性モデルを緩和する。弱い順序では、同期操作を見ようとするとき、同期操作が完了して、プロセッサが進む前に、 すべてのプロセッサのすべての操作が見える必要がある。しかし、リリース一貫性モデルでは、アクワイアと呼ばれるクリティカルセクションへの入り口では、ローカルメモリ変数に関するすべての操作が完了している必要があります。また、リリースと呼ばれる終了時には、ローカルプロセッサで行われたすべての変更が、他のすべてのプロセッサに伝播される必要がある。コヒーレンスは維持される。 アクワイア操作は、クリティカルセクションにアクセスするために実行されるロード、リードである。リリース操作は、他のプロセッサに共有変数を使用させるために実行されるストア、ライトである。同期変数の中でも、蓄字一貫性やプロセッサ一貫性を保つことができる。蓄字一貫性では、競合するすべての同期変数を順番に処理する必要がある。しかし、 プロセッサー一貫性では、競合する変数のペアは、この順序に従うだけで良い。新しい取得者が古いリリースの前に起こることを許容することができる。エントリー一貫性、リリース一貫性モデルの一種である。クリティカルセクションへの侵入、体質を明示するために、アクワイア命令とリリース命令を使用する必要がある。しかし、エントリー一貫性では、すべての共有変数に、 その変数に固有の同期変数が割り当てられる。このようにして変数 X に対する取得の時だけ、そのプロセッサに関して X に関連するすべての操作を完了する必要がある。これにより、異なる共有変数の異なるクリティカルセクションの同時操作が可能となる。同一の共有変数に対するクリティカルな操作では同時性は見られない。このような一貫性モデルは、 異なる行列要素を同時に処理できる場合に有効である。一般的な一貫性一般的な一貫性では全てのプロセスの書き込みが完了した後メモリー値のすべてのコピーが最終的に同一になる。局所一貫性ローカル一貫性では各プロセスは自分のプログラムで定義された順序で自分の操作を行う。他のプロセスの書き込み操作が どのような順序で行われるかについては何の制約もない。ローカルコンシステンシーは共有メモリシステムにおいて最も弱いコンシステンシーモデルである。緩和型一貫性モデルと呼ばれる蓄字一貫性の要件を緩和した一貫性モデルがある。これらの一貫性モデルはハードウェアレベルでのメモリ一貫性を提供しない。実際にはプログラマーは同期技術を適用して メモリー一貫性を実装する責任がある。上記のモデルは4つの基準に基づいて分類されており、さらに詳しく説明する。緩和した一貫性を定義するために4つの比較がある。緩和緩和された整合性を分類する一つの方法は、どの蓄積整合性要件を緩和するかを定義することである。アドバガラ・コールー1996で、 定義されたプログラム順序や書き込み原始性の要件を緩和することで、より厳密ではないモデルを作ることができる。プログラム順序は、各プロセスがプログラムによって順序付けられたメモリー要求を発行することを保証し、書き込み不可分性はメモリー要求が単一のファイー級の順序に基づいて処理されることを定義している。プログラム順序の緩和では、ライトアフター、ライト リードアフター、ライト、リード、ライトアフター、リードのいずれかまたは、すべての操作ペアの順序を緩和することができる。緩和された書き込みの不可分性モデルでは、プロセスは他のプロセスサよりも先に自分の書き込みを見ることができる。同期型と非同期型同期モデルとは、メモリアクセスを2つのグループに分け、それぞれのグループに異なる一貫性制約を割り当てることで定義される。 これは一方のグループには弱い一貫性モデルが必要であり、他方のグループにはより厳しい一貫性モデルが必要であることを考慮したものである。一方、非同期型モデルではメモリアクセスタイプに同じ一貫性モデルを割り当てる。発行方式と観測方式の比較発行方式はプロセスがメモリ操作を行う。 異の制限を定義することで、縮辞的整合性シミュレーションを行う。一方、観測方式は、プロセスのイベント順序に対する過失性の制限を記述する。相対的なモデルの強さ一貫性モデルの中には、他のモデルよりも制限が厳しいものがある。言い換えれば、厳密な一貫性モデルは、より多くの制約を一貫性要件として強制する。モデルの強さは、 プログラムの順序や不可分成の緩和によって定義され、モデルの強さを比較することもできる。あるモデルは同じ緩和を適用しているか、それ以上の緩和を適用している場合、直接に関係している。一方、異なる要件を緩和したモデルは直接関係しない。逐次整合性には、プログラム順序と書き込みの不可分成という二つの要件がある。これらの要件を緩和することで、 異なる緩和された一貫性モデルを得ることができる。これは緩和された制約とともに性能が向上するように行われるが、プログラマは同期技術を適用してメモリー一貫性を実装する責任があり、ハードウェアを十分に理解していなければならない。緩和の可能性以下のモデルは緩和された一貫性のいくつかのモデルです。緩和された書き込みから読み出し、 ハードウェアレベルで性能を向上させるためのアプローチとして書き込みの後に読み出しを行うプログラム順序を緩和することで書き込み操作のレイテンシーを効果的に隠すことができる。この種の緩和はプロセッサからの以前の書き込みに対して後続の読み取りの順序を緩和するという最適化に依存している。この緩和のために XXX のようないくつかのプログラムは 逐次一貫性の結果を出すことができないかもしれない。一方、ヤイのようなプログラムは、残りのプログラム順序制約が適用されているため、一貫した結果が得られることが期待される。三つのモデルが該当する。IBM370 モデルは、最も厳格なモデルである。読み取りは、異なるアドレスへの先の書き込みの前に完了することが、できるが、 全てのプロセッサが書き込みを見ていない限り、書き込みの値を返すことは禁止されている。スパルク V8 のゾモデルは、IBM370 モデルを部分的に緩和したもので、同じ場所への他の書き込みに対して、自分のプロセッサの書き込みの値を返すことができる。前述のモデルと同様に、これも全てのプロセッサが書き込みを見ていない限り、書き込みの値を返すことはできない。 プロセッサ一貫性モデルは3つのモデルの中で最も緩和されたモデルであり、両方の制約を緩和して他のプロセッサから見えるようになる前であっても、以前の書き込みよりも先に読み取りが完了できるようにしている。例では IBM370 ではライトが完了するまでリードが発行されないため、この結果は IBM370 でのみ可能である。一方、p c では 一つのプロセッサでフラグの書き込みが完了する前にフラグの読み出しが可能なためこの結果が得られる。DB では P2 が P3 に表示される前に書き込みの値を返すことができるため PC でのみ可能となる。これは他の二つのモデルでは不可能である。上記のモデルでは順序の一貫性を確保するためにセーフティネットやフェンスを用いて手動で制約をかけています。 IBM370 モデルでは操作の間に手動で配置される特殊な直列化命令があります。これらの命令はメモリ命令や分岐などの非メモリ命令で構成される。一方、ゾモデルやプロセッサ一貫性モデルではセーフティネットが用意されてないが、プログラマはリードモディファイライトオペレーションを使用して書き込みとそれに続く。 読み出しの間で、プログラムの順序が維持されているように見せることができる。ゾの場合、すでに R Modify W の一部となっている R、または W を R Modify W に置き換えれば、プログラム順序が維持されているように見えるが、これには R、R Modify W の W が読み取り値を返す、ダミーであることが必要である。PC についても、同様に、リードがライトに置き換えられたり、 すでに R Modify W の一部になっていたりしても、プログラム順序は維持される。しかし、この緩和だけを行使しても、コンパイラ最適化はできない。コンパイラ最適化には、プログラム順序内の任意の二つの操作を並べ替えることができる完全な柔軟性が必要なので、リードに対するライトの並べ替え機能は、この場合には十分に役立たない。書き込み読み込み。 書き込み書き込みの緩和モデルによっては、プログラムの順序をさらに緩和し、異なる場所への書き込み間の順序制約さえも緩和するものもある。スパルク V8 のパーシャルストアオーダーモデルは、このようなモデルの唯一の例である。同じプロセッサから異なる場所への書き込みをパイプライン化し、オーバーラップさせることができることが、PSO が可能にする重要なハードウェア最適化である。 PSO はプロセッサが自分の書き込みの値を読み取ることができ他のプロセッサが他のプロセッサの書き込みを読み取ることができないようにするという点で不可分性の要件についてはゾと同様である。二つの書き込み間のプログラム順序は PSO では明示的なストバル命令を用いて維持される。このストバル命令は FIFO を書き込みバッファを持つ実装では 書き込みバッファに挿入される。カウンターは、ストバル命令以前のすべての書き込みが完了したか、どうかを判断するために使用され、メモリシステムへの書き込みが開始されて、カウンターが増加します。書き込み確認で、カウンターが減少し、カウンターが例になると、それまでの書き込みがべて完了したことになる。例 A と例 B では、PSO によって、これらの非連続的に一貫した結果が得られる。 PSO が提供するセーフティーネットはそのものと同様で書き込みから読み出しまでのプログラムの順序を決め書き込みの負荷分析を強制する前のモデルと同様に PSO が許容する緩和はコンパイラの最適化に役立つほど十分に柔軟ではなくもっと柔軟な最適化が必要である読み取りと読み取りから書き込みへのプログラム命令の緩和いくつかの モデルでは異なる場所へのすべての操作が緩和される。読み込みや書き込みは別の場所にある別の読み込みや書き込みを基準にして順序を変えることができる。弱い順序はこのカテゴリーに分類され、2種類のリリース一貫性モデルもこのモデルに含まれる。また、この緩和のカテゴリーにはデジタルアルファー、スパルク VQ リラックスのメモリーオーダー、 IBM PowerPC の3つの商用アーキテクチャが提案されていた。これらのモデルはデジタルアルファを除いて同じ場所への読み出しの再順序付けが可能だった。これらのモデルでは従来のモデルにはない追加的な緩和が認められており、読み出し操作に続くメモリ操作は読み出しに対してオーバーラップして順序を変更することができる。 RCPC と PowerPC を除くこれらのモデルでは読み出しが他のプロセッサの初期書き込みの値を返すことができる。プログラマーの観点からするとこれらのモデルはプロセッサが自分の書き込みを早く読むことができるにもかかわらず書き込みの不可分性の錯覚を維持しなければならない。これらのモデルは提供されるセーフティネットの種類に基づいて2つのカテゴリーに分類される。 ここでは、慎重に書かれたプログラムの必要性が見られる。同期の性質によって、弱い命令、RCSC、RCPC モデルに分類される。α、ルモ、パワー PC モデルでは、フェンス命令が用意されており、異なるメモリ操作の間に、プログラムの順序を課すことができる。弱い順序上記の制約のほとんどを緩和したモデルの、例として、弱い順序がある。 このモデルではメモリ操作をデータ操作と同期操作の2つのカテゴリーに分類します。プログラムの順序を強制するために、プログラマは、プログラムの中に少なくとも1つの同期操作を見つける必要がある。これが機能する前提は、同期操作の間にデータ領域へのメモリ操作を並べ替えても、プログラムの結果には影響しないということである。同期操作は、 プログラムの順序を守るためのセーフティネットとして機能する。この仕組みはデータ操作の回数をカウンターで追跡し、このカウンターがゼロになるまで同期操作は発行されないというものである。さらに、以前の同期操作がすべて完了しない限り、それ以上のデータ操作は発行されない。二つの同期変数の間にあるメモリ操作は、プログラムの正しさに影響を与えることなく、 オーバーラップしたり、順序を変えたりすることができる。このモデルでは、書き込みの不可分成が常に維持されるため、弱い順序のための追加のセーフティネットは必要ありません。リリース一貫性 RCSC と RCPC リリース一貫性には、RCSC と RCPC の2種類がある。後者のタイプは、以下で特殊とされる操作に適用される一貫性のタイプを示す。 特殊なメモリ操作があり、それは同期操作と非同期操作の2つのクラスの操作からなる。後者は同期に使用されない操作で、前者はアクイジションとリリースの操作で構成される。アクイジションとは、ある特定の共有ロケーションへのアクセスを得るための事実上のリードメモリ操作のことである。一方、リリースとは共有されている場所へのアクセス許可を与えるために、 行われる書き込み操作である。リリース一貫性と蓄次一貫性の場合、制約条件は次のようになる。プロセッサ一貫性とリリース一貫性では、プログラムの書き込みから読み出しまでの順序が緩和され、次のような制約となる。中、上記の AB という表記は、プログラム順で A の操作が B よりも先に行われた場合、プログラム順が強制されることを意味する。 トランザクショナルメモリーモデルはソフトウェアまたはハードウェアでサポートされる共有メモリシステムの通信モデルとしてキャッシュコヒーレンシーとメモリ一貫性モデルを組み合わせたものでトランザクションメモリーモデルはメモリ一貫性とキャッシュコヒーレンシーの両方を提供するトランザクションとは一貫性のある状態から別の 状態にデータを変換するプロセスによって実行される一元の操作のことである。トランザクションには衝突がない場合にコミットするものと中止するものがある。コミットではトランザクションが完了した時にすべての変更が他のすべてのプロセスから見えるようになるが、アボートではすべての変更が破棄される。緩和した整合性モデルと比較してトランザクションモデルは使いやすく、 シーケンシャルな整合性モデルよりも高いパフォーマンスを提供することができる。多年バウムエトール2007はレプリケーションを行う主な理由として信頼性とパフォーマンスの2つを定義している。信頼性は複製されたファイルシステムにおいて現在のレプリカが故障した場合に別のレプリカに切り替えることで実現できる。また、レプリケーションは異なるレプリカに 複数のデータのコピーを提供することでデータの破損を防ぐ。作業を分担することでパフォーマンスを向上させることもできる。レプリケーションはパフォーマンスと信頼性を向上させる一方で複数のデータコピー間で一貫性の問題を引き起こす可能性がある。複数のコピーは読み取り操作がすべてのコピーから同じ値を返し単一の不可分操作としての書き込み操作が 他の操作が行われる前に、すべてのコピーを更新する場合、一貫性が保たれる。タネンバウム、アンドリュー、アンド、マーティン・ファンステーン、2007は、この種の一貫性を、同期レプリケーションが提供するタイトな一貫性と呼んでいる。しかし、すべてのコピーの一貫性を保つために、グローバルな同期を適用することはコストがかかる。グローバル同期のコストを削減し、 性能を向上させる方法として一貫性の制限を弱めることが考えられます。多年バウムエトール2007は一貫性モデルをソフトウェアとメモリ実装の間の契約と定義している。このモデルはソフトウェアが一定のルールに従えばメモリが正しく動作することを保証するものである。グローバルクロックを持たないシステムでは 書き込みの中で最後の操作を定義することが難しいため読み出し操作で返せる値に何らかの制限を加えることができる。一貫性のある操作の順序蓄次整合性モデルや因果整合性モデルなどの整合性モデルでは一貫性を確保するために複製された共有データに対する操作の順序を扱う。これらのモデルではすべてのレプリカが 一貫したグローバルな更新順序に同意しなければならない。蓄字一貫性、データ中心の一貫性モデルの目的はプロセスが並行して更新を行う可能性のあるデータストアに一貫したビューを提供することである。重要なデータ中心一貫性モデルの一つにランパートによって定義された蓄字一貫性がある。多年は生むエトールは蓄字一貫性を以下の条件で定義している。 任意の実行結果は、データストア上のすべてのプロセスによる操作が何らかの順序で実行され、個々のプロセスの操作が、そのプログラムで指定された順序でこの順序に現れる場合と同じである。アドバガラ・コールー1996は、逐字整合性を実現するための要件として、プログラムの順序と書き込みの不可分性の二つを定義している。逐字整合性では、 時間や最新の書き込み操作という概念はない。すべてのプロセスで同じようにいくつかの操作のインターリーブがある。あるプロセスはすべてのプロセスの書き込み操作を見ることができるが自分の読み取り操作を見ることができるだけである。線形化可能性は各操作の開始時刻と終了時刻を考慮することにより実時間制約のある蓄次一貫性として定義できる。 各操作の開始時刻と終了時刻の間に点を置くことにより、各操作が線形化可能な順序で行われ、蓄次的な一貫性が保障される場合、実行は線形化可能である。因果整合性、フットアマド、1992より定義された因果整合性は、因果関係のある操作とそうでない操作を区別することで、蓄次整合性よりも弱い整合性モデルである。 例えば、ある事象 B がそれ以前の事象 A から影響を受ける場合、因果的整合性はすべてのプロセスが事象 A の後に事象 B を見ることを保証する。多年バウムエトール2007では以下の条件でデータストアが因果的に一貫しているとみなされると定義しています。因果関係がある可能性のある書き込みはすべてのプロセスで同じ順序で見られなければならない。 同時書き込みは異なるマシンでは異なる順序で見られる可能性がある。結果一貫性結果整合性は同時更新のないシステムにおける弱い整合性モデルである。これは更新がない状態が非常に長い時間続くとすべてのレプリカが最終的に一貫性を持つようになることを定義している。ほとんどの共有分散型データベースはベース、基本的に利用可能。 ソフトな状態、最終的に一貫性がある、または、アシットとベースを組み合わせた、ソルト、蓄次的、合意された、導かれた、改ざんされない、また、対照的、管理者なし、導かれた、時間的に合意された、のいずれかの最終的な一貫性モデルを持っている。グルーピング操作グルーピング操作では、同期変数へのアクセスは蓄次一貫している。プロセスは、 以前の書き込みがすべて完了した、同期変数へのアクセスを許可される。つまり、同期変数に対するすべての操作が完了するまで、同期変数へのアクセスは許可されない。分散システムでは、同時処理を制御するために、蓄字一貫性を維持することが不可欠である。しかし同時更新のない特殊なデータストアでは、クライアント中心一貫性モデルを用いることで、 よりコストのかからない方法で不整合を処理することができる。以下のモデルはクライアント中心一貫性モデルの一例である。単調な読み込み一貫性、多年バウムベトール2007は単調な読み込み一貫性を次のように定義しています。あるプロセスがデータアイテム X の値を読み取った場合、 そのプロセスによる X に対する連続した読み取り操作は常に同じ値またはより最近の値を返す。単調な読み込み一貫性はあるプロセスが時刻 T にデータ項目 X の値を読み込んだ後そのデータ項目のより古い値を見ることがないことを保証する。単調な書き込み一貫性 モノトニックライトコンシステンシー単調書き込み一貫性条件は多年バウムへ通る2007によって以下のように定義されている。あるプロセスによるデータアイテム X への書き込み操作は同じプロセスによる X への連続した書き込み操作の前に完了する。書き込んだ値の読み込み一貫性あるプロセスがデータ項目 X に対して書き込んだ値は同じプロセスが データ項目 X に対して行う連続した読み取り操作に対して常に利用可能である。書き込み追従型一貫性書き込み追従型一貫性では更新は前の読み取り操作を実行した後に伝播される。多年バウムエトール2007ではライツフォローズリーズコンシステンシーの条件を以下のように定義している。あるプロセスによるデータアイテム X への書き込み操作が 同じプロセスによる X への以前の読み取り操作の後に行われた場合、読み取られた X と同じかより新しい値に対して行われることが保証される。ありがとうございます。